おはようございます。こんにちは、こんばんは。ヤギ原です。今日は NGO の開封動画を上げていきたいと思います。で、今日開ける動画をパックなんですけども、これ、遊戯王コレクターズパック2017ですね。これ Amazon さんで購入したんですけど、激安やったんですよ。いくら？100円ぐらいですかね、送料込みで。激安やんなと思って。なんでこんな安いんやろって。ちょっと遊戯の知識ないんで、なんで安いんやろと思ったんですけど、安いから買おうと思って買いました。15パック入りですね。多分5枚入りかな。5枚入りで15パック800円。安いですね。で、裏面なんですけど、ウルトラレア4種類、スーパーレア5種類、レアカード10種類、ノーマルカード2億6000枚。すいません、これあれですね。伊沢さんの真似です。ノーマルカード26種ですね。はい。では、早速開封していきたいと思います。そしてこれが僕の相棒、ハサミのテル君です。このテル君で開けていきたいと思います。さあ、これはいつもこうやって開けるんですけど、ハサミあげた方がいいんですよね。難しいな。よいしょ。あまり箱に傷つけたくないと。傷ついちゃった。はじゃあ、これで開ける。こうか。おお、やっぱりいいですね。この大人になった感じがしますよ、パック買いすると。子供たち、あと少しだよ。あと少し頑張ればこんな大量に一気に買えるんだ。では5パックずつですかね、開けていきたいと思います。1,2,3,4,5。あ、けど私1枚は保存用で取っとくんで、1枚保存しておきます。では開けていきたいと思います。私はハサミを使います。てるくん、いくよ、てるくん。よしよしよし、いきます。ザバスザバスザバス。なかなか出てこないですね。まだ残ってる。よし、全部出ました。では見ていきたいと思います。なんだこれ。レッド、お、キラ、光ってるのが後ろにいる。まあいいや。レッドラブターズ、わからん。鳥、道化師、忍者。あ、アマゾンですか。アマゾンですですね、これ。時空超にゃんにゃん。お、これはペンドラム、違う。にゃんにゃんにゃんの魔術師。これ光ってますね。綺麗ですね。はい。ホワイト。わからん。なんだこれは。魚。人。虎。お、これ。ジレア。光ってますね。カーテンライゾー。なんか面白い。ジレアですね。イェーイ。次。なんだこれ。お、これは言う、あ、儀式か。これまだシンクロが出てないパックなんですね。人。恐竜。人。お、事例が来ました。なんだこれ。D ヒーロー。おー、D ヒーロー懐かしいな。お、強っ。3000って事例がですね。牛。人。お、事例が来ましたね。ナンバー41。なんだこら。酒飲みすぎやで、お前。この昼間からええの。なんやろ。お、これはなんかよく聞きますね、サンダルフォン。なんだ、これいいカードなのかな。よくわからんけど。人。お、これ光っとるやないかい。レア来た、レア来た。
あ、これなんかあれか、三沢さんが気持ち悪い魚って言ったやつですね。ホワイトオーラドルフィン、と究極進化、これもレアですね。はい、うん、まあよくわかんないですけど、とりあえず光ってるカードがいっぱい出ました。これですね、とジレアたちがこんだけってな感じです。では次行きます。 1,2,3,4,5 テル君行くぜ。ブッサンベンションゴロービア、はい、では出していきます。うん、これ出すのむずいですね。みんなプシャッてやってますよね、一回。なんでやろ、そっちの方がいいんですかね。まあ情報あったら教えてください。あ、こう、みんなこうしてますね、大体。よし、全部出ました。では次行きたいと思います。人、鳥、お、また光ってる、光ってるの多いですね、これ。誓いの巫女、うん、はい、お、ジレア、これは、なんだ、ドラゴン。次が、お、サンドロフォンがまた来た。サンドロフォンいいんですかね、これ。コブジー、ジュラシックパーク、ドラゴン。お、これなんかかっこいい女かな、わからん、うん、拳銃、うん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 、わからん。スローライフいいな、これ。スローライフってすごい。お、お、これは光ってるのか、よく見えない、カメラ越しなんで。お、これ光ってる、しかもこれあれなんですね、融合や、紫や、ちょっと色が分かりにくくてすみませんね。アマゾネスのちょっと、これが、うん、ジレア、うん、よくわからん、ジレア、なんだこれは、わからん、なんかあれみたい、おじいちゃん、お、これ光っとる。お、これ二つとも光ってるのか、見えないぞ。ああ、ジレアと、こっちがジレアですね。こっちがジレアと、これ光ってますね。なんだろう、わからんけど。いい感じかな、はい、お、ん、なんだこれ、枠が。あ、これは、これはエリートクラスじゃないですか。ですよね、ちゃうかな。めっちゃ、すごい、光り方がすごいですね、これ。枠も光ってる、キラキラ。見えますか、光ってますね。これレリーフなのかな、よくわからない。はい、とりあえず当たりですね。はい、じゃあ次行きます。最後ですね、最後4パックです。テル君行くよ。あ、ボッソボッソビッソ、これみんなくしゃってしますよね。ここなんでなんですかね、わからんけど。よいしょ、じゃあ最後行きますね。まだ1枚ある。OK。全部出ました。はい。なんだこれ。はい。はい。おー、ジレア。なんだろう、これ。シャーク。はい。はい。はい、はい、あ、これ知ってますよ。もうこれあれじゃないですか、なんかオベリスクとかの進化系の融合のやつですね。あ、こんなん当たるんや。すごい、これ取っとこう。あ、DDD、 よくわからん。はい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 、あ、ジレア、はいはいはい、あ、もうレアはないかな。あ、ジレア終わりました。
回なんですけど、今回はですね、今回はですね、今回はジレアがいっぱい出ますね。こんなにジレアって出るもんなんですかね、普通に。はい、今回ジレアが当たったのが、この黒いシャーク。なんか、シャークがいます。おじさん。よくわからん。よくわからん。女の子か。よくわからん。とおじさんですね。で、あとこれです。なんか、過去には取ってきましたか。簡単やなし。はい。で、レアが、これと、アマゾンスティンスのルーフーパーツ、アマゾンスのジョッケと、これと、この気持ち悪い魚と言われたやつと、これです。なんかこれすごいんですよね、光り方が。端っこも光ってるし。当たるかな？当たりなのかな？よくわかんないけど。はい。ということで、今日は遊戯王の開封動画。これですね。コレクターズパック2017開封させていただきました。うん、けどなんか、やっぱ楽しいですね、開封動画は。光ってるの当たるし。おぉ、やっぱこれ綺麗。やっぱこれあれですね、シクってやつなんですかね。めっちゃ光ってますよ、これ。はい。シク？あ、違う、レリーフか。レリーフってやつなんですかね。はい。で、あと、今日気になってる人いたと思うんですけど、これですね。これ私が好きなバンドなんですけど、紹介、一応紹介ということで。エンスというバンドです。よかったら聴いてください。はい。それではまた次回の動画で会いましょう。グッバイ。イエー。